はい、皆さん、こんばんは。カモフラチャンネルです。えー、令和2年1月の13日、夜の11時です。さあ、怒涛のね、勢いでですね、サイフラットマウンドさん、平塚正幸さんが、え m アマゾン欲しいものリストにですね、どん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 、本当にどんどん、えー、商品を増やしていっております。えー、僕のね、任務としてはですね、 え、いち早くそれを紹介して、え、信者の皆さんに買っていただくというね、え、仕事がありますので、え、今回も、え、紹介していきたいと思います。いきます。え、トリリア、バランスボール、え、全11色ということでね、バランスボールですね。え、皆さんおそらくね、ご存知だと思います。え、ボールですね。座ったりとか、トレーニングに使えるっていうボールですね。え、なんとですね、このバランスボール、サイズ展開が、 直径で45センチ、55センチ、65センチ、75センチとね、4種類ありますね。その人の身長に合わせてですね、ボールの直径の大きさを変えて使ってくださいということでね、バランスボールとなっておりますトリディアというメーカーですね。 え使用用途、えー、使用目的がですね、えー、単純にバランスボールとして、えー、このボールを使って様々なトレーニングと組み合わせて使用できますということでね、えー、背中とかお腹とか腕とか肩などの筋肉を強化できますということでね、えー、先日買ったね、えー、買ってもらう予定のですね、プロテインとも併用してトレーニングもしていくということなんでしょうね。 えー、機敏さ、柔軟性、バランス能力を強化ということでね、えー、とてもいろんなところ、体のいろんなところに効きますよということですね。そしてですね、えー、このバランスボール、えー、普通に椅子としても使えるということで、えー、このボールに座ることで、えー、姿勢、座った時の姿勢を矯正してですね、血液循環を促進できると、血液の循環まで良くなるんですね、バランスボール。 でまた、えー、テレビを見ながら、まあ、YouTube でもいいですよね、えー、YouTube を見ながら座っているだけでトレーニングができるということですね。まあ普通、えーまあ、椅子というね、普通の椅子に座ってテレビや YouTube を見ていたりする方もですね、えー、その椅子をこのバランスボールに変えるだけで、えー、姿勢を強制してくれたり、えー、血液循環を促進できるということでね、えー、かなりおすすめな商品になってますね。 でですねこれは女性用の使用用途なんですが、分娩ボールとしてということで、ね、分娩、まあ、赤ちゃんを産むということですよね。このボールは出産前の運動にも適していますということで、ね、信者の方でね出産前のような方いらっしゃいますよね。あ、出産、え、妊娠はされてないんですかね。ええ僕、てっきりちょっとあの妊娠されている。 方なのかなぁと思って、そのまま、あ、見ていました。すいません。え、失礼し、しました。え、大変失礼しました。え、まさかね、妊娠、あ、してないですね。あ、すいません。あ、すいません。すいません。え、え、これ、あ、すいません。はい。え、このボールはですね、出産前の運動にも適していますと。え、痛みを和らげ、産後の体を整えてくれると。え、女性はね、え、赤ちゃんを産むと、とても体が疲れますよね。 え、産後の日立ちが悪いとかね、言いますよね。あの、一週間はもう、とか一ヶ月はもう何もせず横になってえ休むというね、えー、休憩期間がね、女性の場合あるんですが、えー、そういった時にもですね、えー、産後の痛みを和らげ、えー、体の体調を整えてくれる効果も、えー、このバランスボールにはあるということですね。えー、僕はね、ちょっと勘違いして、あの、信者の方、えー、ねえね、ー、妊婦さんなのかなというふうに勝手に思っていたんでね、えー、決してね、えー、そういう、あの、 ことではなかっとこただしね、妊婦さんや、えー、高齢者の方は、えー、専門家に相談してから、えー、ご使用してくださいということでね、まあ、むやみやたらに、えー、そういうね、大事な体調の時にですね、お子さんを、えー、出産された後、えー、大事な体調の時に、えー、むやみやたらにこのバランスボールを使うとですね、えー、危険なこともあるということでね、 えー、ちゃんと、えー、専門家や医師の方に、えー、こういうことを運動したいんですけど、バランスボール使ってもいいですかというふうにね、えー、聞いてみてから、えー、許可が出てから使ってください、ということですね。はい、えー、っとね、レビューがありますね。えー、これもね、えー、女性の方のようなレビューだと思いますね。えー、ちょっと読んでみます。あ、こんばんは、なんか、来かないだ、たイさんに、 お前バランスバイルみたいだなって言われて <laughs>。ひどくないですか皆さんこんばんは。お前色はピンクだなとか言われて。もう私わかんない。こんばんは。自分でかい。